議員さんこんにちは、本日は丹波市市議会議員の大西博美さんにお話を伺います。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。大西博美です。よろしくお願いします。失礼しました。はい、いやほんまに暑いでね、あのマイクのスイッチを入れ忘れてしまいますんでねごめんなさい。いえ慣れてるはずが慣れてると安心してましたね。そうですね。はい、はい、ね、ほんまにね暑って、この暑いばっかりですね、今日は本当に、あの過去最高の気温だったんではないですかね。なんか毎日、最高を更新 していますね。はい、し続けてる感じで、皆さん本当に気をつけてください。ほんまですね、外でどうしても、ね、仕事せないいかん人はほんまに気をつけてもらわな、本当にもう災害みたいになってくってるんじゃないかなと思うぐらいなので、十分気をつけてほしいです。はい、先週は、ね、はい、新聞にも出てましたけど、はい、高校生との、はい、未来プロジェクトですかね。はい、そうです。丹波市議会未来プロジェクトっていうのを、まあ、毎年やってるんですけども、これは、福知山公立大学の、准教授の杉岡秀則先生とご一緒に、福知山公立大学の 大学生と、そして、丹波市の高校生ということで、今回は貝原高校にお世話になって、3社で市議会議員、丹波市議会議員と3社で、会を持って、いろんなことをおしゃべりしました。はい、なんか新聞写真で出たけど、ズームか。そうですね、去年はズームでしていまして、今回は対面でやろうということで、予定をしていたんですが、はい、急遽、1日2日前かな、オンラインに切り替えましょうということで、はい、みんなの安全を、考えて、そういう形でまた、Zoom という形になってしまったので、はい、直接、皆さんに出会えなかったのでね、その分はちょっと残念な気持ちもあったのですが、楽しく、過ごすことができました。ほんまに急にボンド増えたもんね。そうですね、そうですね、本当にたくさんの感染者が出てしまったので、まあ、丹波市も、類に漏れずというか、結構な感染者数が出てしまっているので、はい、まあ、お互いに気をつけましょうということではありますね。確かにそうですね、まあ、人口比でいくと結構そうですよ ねちょっと多すぎるぐらいなので、はい、お互いに気をつけましょう。ほんまですね、まあ、この暑さとあれでね、今なんか顔が映って温度が出るやつ、はい、よくあるじゃないですか。ありますね。外が暑いから、はい、結構高く出て大丈夫です。ピーピーってなったりするんですか。そう、はい、ちょっと冷ましてから入らない。そうですか、いやほんまですよ、ね、はい、そんなこともあるのかもしれない。はい、今回は、よそ者若者変わり者と地域づくりっていうテーマで、杉岡先生の方からお話、話題提供いただいて、はい、大学生も高校生も市議会議員も一緒にまずはお話を聞きました。はい、でその中で、これからは小規模分散ローカルではないかとか、にぎやかな過疎、なんじゃそりゃ、適素とも言うそうですけど、適切な、何でしたっけ、過疎かな適素という考え方だったり、で女性若者サラリーマンの意見が聞けているかというような投げかけもありました。結構偏った形でのいろんなことが進んでるのかなということかなと思いました。確かにね、自治会でもなかなか、そうですね、そうですね、男女半々になったらいいのになと思うんですが、はい、そんな感じでお話を聞いて、その後、グループに分かれて、丹波市の未来を考えるということで、はい、いろんなその、丹波市では今、ふるさと住民登録制度っていうのがあって、はい、丹波市以外に住んでる方が住民登録してくださってる部分があるんです、でそれと、高校生と、大学生、よそ者の大学生も加わって何かできることはないかなというような、
うん、テーマで話し合いをしました。まあ、高校生も大学生もね、やっぱりいろいろ考えるよりもやっぱり試験勉強のことはよくね、そうですね、せないかんから考えると思うんですけども、うん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 、意外とこの身の回りと言いながら、はいはい、大切なことではあるんですけども、うん、時事とかね、そういう、うん、まあ、田舎の生活についてとか、うんうん、なかなか考えいかないですよね。そうですね、去年は昨年になるのかな、はい、モンブランでギネスに挑戦っていうのを、うん、丹波市の3校が連携して、はい、ギネスに挑戦して達成しましたよね、うんうん、ね、てっちゃんも大変お世話になった方だと思うんですけども、はい、なんかそんなこともね含めてできることがないかなって言っていろいろ考えてました。で、まあ、いろんな意見が出て、高校生も電車に乗るのにも、待ち時間が結構長かったりしますよね、はい、でその隙間時間を使って何かこうできることはないかみたいな案が出たり、で、うん、私たちのグループでは高校生がまあ自分の好きなところをね、丹波市の中の好きなところをインスタライブではないですけども、はい、もうなんか生で、うん、生放送でみたいな形で、いろんなところ自分のおすすめのところをね紹介して、はい、で、まあ、見てる人もいるので、見てる人ももう少しその右の方どうなってるのとかって、うん、カメラ動かしてもらいながら、はい、交流を深めながら、うん、やっていったりして、そういうふうに交流が深まってまた実際に来てもらうとか、はい、というふうになっていったらいいななんていう、とてもなんか素敵な案が出たりしましたよ、うん、やっぱりちょっと大人では考えないというか、そういう発想がそうですねありますね、うん、SNS を使ったような形のアイディアが結構いろいろ出てて、なかなか楽しい時間でした、ね、うん、いや、やっぱり大人の方も参考になるっていうのもいいし、そうですね、やっぱり高校生の時から、まあ、こういうバーに出て、うん、そうですね、反対に行くと大人の人と意見をはいね、はい、まあ、対等に交わせるだけ の、 その機会っていうのはね、なかなかないと思うんで、そういう意味では非常にいいことですね。そうですね、そういえば大学生も高校生の方もまあ、ズームなので余計かもしれないけど、はい、すごい緊張していますっていうふうにね最初はおっしゃってたんですけども、はい、いろいろと、まあ、意見も出るようになって和やかに、はい、進められましたね。そうでしょうね、うん、多分普段からしかもその市議会議員のなんかとても恐ろしい人たちと話するんじゃないかというはい、はい、イメージを、ね、得体の知れない誰かなっていう感じからね、普通のおっちゃんおばちゃんやみたいな感じになったのかなと思いますし、ななんや、うん、ね、隣の人と一緒やんかというのが ね、 そうね、うん、分かるだけでもそうです、ね、これから、ね、はい、思い切っていろんなことに言えるし、うんうん、そうですね、はい、身近に政治があるっていうふうに、ね、うん、感じてもらえたら一番嬉しいなと思っています。そうですね、はい、まあ、そういう意味ではこの議員さんの問題については、はい、丹波市でも、はい、定数の問題とか、はい、出てたんですよね。そうですね、今ちょうどパブリックコメントということで、はい、市民の皆様から意見を、うん、募集しているところです、はい、議員定数報酬と調査特別委員会報告書という案がありまして、でそれを、まあ公開してるんですけども、いろんなところで各支所や住民センターみたいなところで閲覧できたりして、まあ、ホームページにもあるんですけども、そこから入っていただいて、いろんな報告を、読んでいただいてね、その中で、まあ、一応、まあ、定数報酬ということで、定数に関しては今回、今20名定数20ということなんですけども、はい、18にしますということで、うん、削減の方向で案が出されています、はい、
で、このことについて、まあ、あの賛成だったり、反対だったり、こういうことはどうなるのかなとか、いろんな意見を、うん、ぜひあの聞かせてほしいなと思っています。でこのパブリックコメントっていうのを私自身なかなかあの行政がやってても計画書のパブリックコメントがよくあるんですけども、まあ、決まってしまったもので報告がてらあのされてるのかなというふうに、あのこうなんか感じてしまうところはあったんですけども、はいはい、本来はそうではなくてその、短い期間ではあるんですけどもその間にあの市民の方国民の方ってあの国にもパブコメ県にもパブコメありますので、そんないろんなところの自治体のパブリックコメントで意見を出すっていうのはあの市民にとってとっても大事な権利なんだなっていうふうに最近感じました。あ、そうなんや。そうなんですね。いや私もあのもうパブリックコメント言ってもう、はい、分厚い資料できてるから、はい、そうですね。もうこんな一言一句変えたら、うん、はい、叱られるんじゃないか。そうそう、本当そうです。もう決まりました、はい、見といてねっていう ね、 ですね、確認ですよっていう感じかなと思ってたんですけど、反対にそんなに立てつくような意見出したら、うん、何を考えてんやって言われそうな。そうそうですよね。私 の、 あの友人で、まあ、その人 の、 あのお友達ではあるんですけども、はい、国のパブコメにあの意見を書かれたんですね、はい、でそしたらその意見が、まあ、採用というのか、うん、審議審査かなされて、ほうほう、その意見の 方にこう、うん、文言が変わったというか、はい、そういうこともあの国レベルでもありますので、はい、本当にあのその方自身も大事なことだなっていうふうに認識されたというお話を聞いて、うん、びっくりしました。うん、すごいことなんだなって思って。すごいことなんですね。そうですね。だからなかなか資料っていうのも、はい、あの今回の議員定数の分は大変あの他の計画と比べると薄っぺらくて、あの、はい、資料は少ないんですけど、うん、それでも文字がいっぱいなので、はい、なかなか読んでやろうという方がね、うん、いらっしゃるかどうか難しいとこやとは思うんですが、確かにあのね、図書館行って本読むのもなかなかですんで、はい、それを読んで理解して意見を書けと言われると、はい、なかなか夏休みの宿題でもね特上感想文できへんのに難しいっちゃ難しい話です ね、 ね、意欲を持ってって言ったらなかなか難しいことやと思うんですけど、うん、はい、もう今日はぜひこのことをお願いしたいなと思ってやってきました、はい、ちなみに、いつまで、8月10日の夕方5時で締め切りになります、はい、もうすぐです。来週やんか。そうですね、パブコメ丹波市ではだいたい一月1ヶ月を取ってるんですね、はい、でそれは国から の、 あの期間なのかちょっとその辺ごめんなさい私分かってないんですが、うん、はい、1ヶ月であっという間なので、うん、本当にそんなんあったのっていう風にね、はい、後になって知られることも皆さん多いのかなとは思うところで、うん、もう今迫ってるところではあるんですが、うんうん、ぜひぜひ皆さん見ていただいて、はい、意見がありましたらあの伝えてほしいなと思っています。あ、確かにね、あの1ヶ月言ったらね非常に長いかなと思うんですよ、はい、ほんならまた後で書いたらええわ思って、はい、そうやね、思ってしまったらもうね終わっちゃってる、ね、そうなんです。大概そういうことが多いんですけどね。そうですね、うん、そう思います。そうですね、はい、今回あの、うん、20っていうのを、18に減らそうとしてるんですけど、私自身は20のままでいいというふうに思ってる方なんです、うん、はい、でまあ、皆さんのご意見も聞きながら一生懸命考えていきたいなと思っています、うん、でまあ、一つあの委員会というのがあの議会にはあるんですけども、はい、今2つになっています。で2つになると、まあ、所管と言って担当する部署があのその委員会に増えてしまうんですよね、うん、3つあったのが2つになっちゃったので、はい、でそれで、まあ、私自身だったら民政三権常任委員会というのに入ってるんですけども、はい、以前は民政常任委員会、もう1つ三権常任委員会というのがあったんです、はい、その2つをガシャッと一緒にしちゃったので、うん、あの所管が倍になっちゃったんですね、はい、でそれを、まあ、あの1人の議員が
全部見ていかんな、まあ、それが、今だったら10人なので、まあ、委員長とか副委員長を除くと、まあ、8名で、まあ、議論するというような形で、うん、人数的にはそれでいいんですけども、はい、なかなか所管が広いので、うん、こうどちらかというと、まあ、自分の得意なところに偏ってしまうところは出てくるのかな、うん、否めないのかなというふうにちょっと心配はしています、はいはいはい、だから私自身は委員会は3つあってそれぞれに8名いるとすると、はい、本当は8、3、24で24名欲しいんですが、うん、まあ、そんなことは言ってられないので、うん、まあ、20で仕方がないなという感じでいるところなので、うん、そこをまた減らすという考えにはなかなか賛同が難しいなと思っているところなので、うん、また皆さんの意見も聞かせてもらえたらなと思っています、はい、まあ、確かにね、議会へ実際に行ってどういった議論されてるかっていうのは分かんないからね、外から見てるとね、なかなかね、うん、なかなかその内情までしっかり理解してる人っていうのはやっぱり少ないと思いますんで、その辺をまたね、実際にこのパブリックコメントを出すために、はいはい、まあ、読むことによってまあ少しはね理解できるとは、ね、資料をたくさん置いてますので、まあ、その報告書がもしこのまま通れば、はい、9月議会で、うん、報告されて、はい、で12月議会で、定員が18になるという条例を出すような、うん、一応このままシャンシャンといくと、はい、そういう流れにはなるんですね、うん、だからその辺で皆さんの意見しっかり聞かせてもらって、まあ、はい、もう一度考えるのか、やはりこのまま進むのかっていうのを議会としても考えていきたいと思ってます、うん、なるほど、はい、まあ、ぜひともこの来週に迫ってますので、そうですね、もうすぐなんです、はい、ごめんなさい、告知が遅くて、これはネットで取り寄せて、はい、メールで送ったりファックスとか、そうですね、でもわざわざ届けに行ったりということはしなくても大丈夫なんですよね、はい、そうですね、パソコン、タブレット、スマホなんかでは、はい、まあ、丹波市議会議員、定数報酬というので検索してもらったら、はい、すぐに出てきますので、うん、そこをクリックしてもらって、はい、報告書案っていうのがあったり、意見用紙もありますので、はい、ワードでもありますので、それを出して、ま、ダウンロードしてもらって書き込んでもらってもいいですし、実際に住民センターとか各支所、市民プラザ、ライフピア一島なんかでは、うん、閲覧できるようになってますので、はい、意見用紙も書き込んでもらえるので、意見箱がにあるからそこに、投函してもらってもいいです。なるほど、はいはい、これぜひともね、ラジオを聞きの皆さん、はいはい、一つでもいいし、ね、ね、一言でも、そうです ね, ね、はい、何か一言でも、はい、これでいいと思うから頑張ってとか、はい、うん、こうしたらいいん違うみたいなことでもいいと思いますので、うん、はい、ぜひ一言いただけたら嬉しいです、はい、はい、ありがとうございます、はい、本日は丹波市市議会議員の大西博美さんにお話を伺っております。大西さんの方からリクエスト曲をお聞きしておりますので、ご紹介していただいてよろしいですか。はい、今本当にウクライナへの、まあ、侵略戦争みたいなことが起こっていたり、あと世界中ではちょっと今ネットで検索してみたところ、23以上の紛争、内戦が起こっているというふうに知っています。本当に地球がSDGs から遠ざかっていくような、状況になっているので、ぜひ皆さん踏みとどまって、うん、もう一度考えるっていう風な気持ちで聞いてもらえたらなと思って、松田聖子さんの瑠璃色の地球をお願いします。ね、ほんまに平和、はい、今いいとこなのに残念ですが、はい、もっともっとねお話がたくさんありますので、はいはい、ちょっと途中でございますが、はいはい、前回の本会議では、はい、会派の代表質問をされたんですかね。そうですね、3月議会の時になるんですけども、私は創生会という4人の会派に入っていまして、そこで代表をして、子どもを真ん中に置いた施政方針、教育方針をというような、願いを持って、一般質問をしました。これは、まあ、今までにはその子どもを
真ん中に置いてなかったってことなんですかと私は思います。うん、ああなるほど。はい、これまた質問かなり多数項目されたんですかね。はい、怒涛の14問ということで、はい、たくさんいろいろと質問しましたので、まあ、ここで全部を説明することは無理なんですけども、はい、施政方針の方では、産前産後に、お母さんですね、はい、ヘルパー制度っていうのが他の自治体ではされてるんですけども、はい、そういう取り組みは考えられないかとか、それから子どもの医療費、今は、中学校まで所得制限ありで、しているんですけども、うん、まあ、それを撤廃したりとか、はい、または高校生まで拡充できないものかというような質問、はい、うんうん、とうとういっぱいしました。あ、これタンバリングの方には一部載っているんですかね。そうです、 ありがとうございます。そうですね、タンバリングの方には4月号で、はい、地産地消オーガニック給食の実現をというようなことで、これ学校関係の方なんですけど、はい、それと、スクールロイヤーってご存知ですか。スクールロイヤー、ロイヤー何ですか。法律家ですね、はい、弁護士ということなんですけど、はい、学校でいろいろ問題が起きた時に、うん、子どもの利益っていうのは一応念頭に置いて、はい、法律の、視点からかな、うん、学校に助言をする弁護士のことです、うん、こういう方がいらっしゃると学校の運営も速やかに、うん、トラブル少なく解決できることが多いんじゃないかなと私は思ってるので、はいはい、入れてほしいっていうふうに、うん、提言しました。あ、確かに何でも問題が発生した時にね、はい、ガッとこう専門家が寄ってすると、はい、長引かずにね、やっぱりね、はいはい、それは大切ですね。そうそうそう、うん、一つの事案にね、先生が2日も3日もまた1週間もかかるっていうことをよく聞きますので、うん、はい、やっぱりその辺が速やかに解決できたらいいなという思いでしたりしました、うん、なるほど、はい、それから子どもの権利についても、あ、はい、ありがとうございます、はい、この、6月議会で特別委員会を設置しました、はい、子どもの権利に関する条例調査研究特別委員会というんですけども、うん、子どもの人権ということではあるんですが、はい、その前に委員会の方で自己肯定感を高めましょうというような、これはとっても大事なことだなっていうお話になって、はい、その流れから、ワーキンググループというのを作りまして、うん、でそこで、話し合いを進めていく中で、これは結局子どもの人権をしっかり、守っていくという、子どもを尊重するという、はい、そういう関わりを大人もしていくっていうことが大事だなということで、うん、特別委員会を設置して、これから、市民の皆さんや、はい、それから行政の、いろいろと施策をお世話になる執行していただく方々になりますので、はい、その方々と一緒にいろいろと良い方向を考えていきたいという思いでおりますので、はい、また皆さんに一緒に考えましょうというふうに投げかけると思いますので、ぜひ一緒に考えてもらえるよう参加してもらえたらなと思っています。なるほどね、はい、割とその今までその子どもの人権なんてね、なんやいなって思ってる方もたくさんいてらっしゃると思うんで、はい、そうですね、もともと皆さんそうやと思います、はい、子どもの時っていうのは親の言うことを聞くもので、はい、それが良い子でっていうふうには、うん、今までは私自身はそういうふうに育ってきたと思うし、はい、自分ももしかしたらそういうふうに子どもを育てててる時期があったんですけども、うん、やっぱりそれではもう本当に子どもがのびのびと育てるかというと、やっぱり親の、なんていうか機嫌をね見ながら、はい、育つということで、うん、自分を出せない、はい、うん、自分の力が発揮できないということは大変もったいないことだし、うん、家庭であっても地域であっても社会にとっても損失になるので、はい、やっぱりみんなが自分の力が発揮できるような、地域社会にしていきましょうという願いを持ってやっていきたいと思っています、うん、はい、ね、まあ、これは以前からね大西さんもね取り組んでらっしゃったんでね、はい、はい、ぜひとも進めていきたいと。キャップというのをやっておりました。皆さん覚えていらっしゃる方があったら嬉しいです。はい、本日は大西ひろみさんにね、お話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。